レディオでござんす、その47回イエーイ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 よし、はい、というわけでよし、今回ね、レディオでござんす47回は、はい、僕をはい、メインキャスターとしてね、はい、お送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。アシスタントの、ああもう次はそういうの、ああもういい今回はね、はい、前回やって自分クイズ、はい、これをね、続きをやろうと思います。はいはい、じゃあ前回は前微妙だったので、まあ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 、今回はこういうのもそうちゃんと作ってるよ。そう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 、今回はもうルーシさんがもう絶対解けへんような問題、まあと作ってきたから、ありがとう。このほら見てよ、ほらひらめいてるでしょ。では、じゃあ僕からね、まず問題出したいと思います。よし、じゃあ僕の自分クイズ第1問、はい、じゃあじゃん、僕の、うん、お父さんの名前は何、はい、第1問、はい、秀夫。第2問春夫、はい、3番徳夫、はい、さあどれ、じゃあ、はい、2番の春夫、はい、正解は2番でした。はい、僕のお父さんの名前は岩井坂春夫と言います。やらせじゃないですよ。もうちょっと盛り上がろう、周りも。そうよ、そうよ、周りも盛り上がってよ。うちのお父さん泣くよ。はい、じゃあ次、なんかそう、問題が盛り上がんないんだよな。あ、そう。ちょっと音入力。違う、ここ問題にすることじゃないもんな。はい、よし、じゃあ俺は、はい、これいきましょう、うん、でん、中学時代、うん、まあ、ギターを始めて一番最初に、はい、中学の同級生5人組でですね、フォークグループを作りました、うん、ああそうなんですか。それの、うん、その5人組フォークグループのグループ名はどれでしょう。はい、1番カボス。なんか渋い名前つく、ね、まあだからゆずの流れでしょうね。ああはいはいはい、もうそうですよ。2番イオカン。もうまたゆずの流れ。3番、はい、夏みかん。はい、ということでどうだ。2番イオカン。正解は3番の夏みかんだ。やっぱ盛り上がろうよみんな。これ終わっちゃうよこの企画。終わっちゃう。あ、でもあれだね、夏に組んだんでしょ。そうだから文化祭に向けてね。あ、はい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 、組んだね。はい、ではどんどん行くよ、どんどん行くよ。君の盛り上げが足りないんじゃない。俺の盛り上げ足りない。あー、夏にガンガン、くそー。じゃあ次行きます。はい、じゃん、はい、僕の中学の時のあだ名は何。はい、1番、はい、猿。2番、はい、エロいサコ。はい、3番、はい、しょぼいサコ。さあ何、これは難しいよ。2番のエロいサコ。中学だから、小学校だったらしょぼいサコはありえる。ああ、そうです、ね、でも中学ならエロいサコでしょう。正解は2番、エロいサコでした。よし。いやー、エロかったんだね。なんかほら、いやもうね、もうエッチなこと覚えたてやから、もうなんかもうそうでしょ、ね、もう中学っていうのがね、そうなんかそんな感じがする。あー、くそー。じゃあ行っちゃってよ。もう次当てるから俺。もう必死やん。進行に必死じゃん。いやそんなことないよ。じゃあ行きましょう、はい、はいはい、さっきの初めてに続き、うん、こちらドン。俺が初めて、うん、はい、作曲した曲のタイトルは、多分ね、小学校か中1ぐらいだと思うんですよ、はいはいはい、下手したらギター弾いてない時に作った歌なんですけど、うんうん、ギターでやらずに作ったの。なんでこんなことしてるのか分かんないけども、はい、はいはい、1番曲のタイトルね、はい、初めて作った。1番雲。2番トカゲ。3番ヘビ。いやこれ分かるじゃないですか。どれでしょう。正解はじゃあね、僕は1番、はい、雲。よーし、正解は2番のトカゲでした。マジで、うん、クマじゃないの。いや、トカゲは自分のこう尻尾を切り離してでも生きていこうとするでしょ、うん、それをなんかこう、それをね、曲にしたんだね。曲はなんか変な、昔からなんか変なところで観点が向いてたよね。はい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 、では、はい、最後に他の問題いきます。
でも俺勝ってるけどね、いやいいよいいよいいよ、答えてよ、なんでザンノコに点々塗ってないんですか。いや塗り忘れです。いいんですよ、そんなことは。はい、僕の問題はこちら、じゃん、はい、僕のお姉ちゃんは、うん、僕になんて呼んでいたでしょう、まず1番ケン、うん、2番ケンタロウ、はい、3僕なんさあ面白くねえ3択だな、おい、これぐらいやろうよ、これぐらいさ、なんでよなんでよなんでよ、普通じゃん。はい、なんて呼ばれていたでしょうか。問題にすることこれ、うん、問題にすることよ。これだってっていうかどれも呼ばれてたんじゃないの。はい、さあどれ。じゃあ1番1番、はい、正解は3番僕でした。イエーイ、なんでなんでこれ問題は悪いよ。なんでよ、3番あれよ、普通にと思う。僕はね、結構あの小学校6年生ぐらいまでずっと自分のこと僕って呼んでたの、うん、だからもうお姉ちゃんたちを僕って、なんでやねん、なんでそんなこと言わへんだよ。いやだってクモトカゲヘビの後にこれ3個並べれちゃうじゃん、普通だもん。普通かな、別に姉ちゃんに僕って呼ばれるの珍しくない。いやほらみんなくれ首かしげちゃうということで、はい、俺が考えてきました自分クイズ、いかがだったでしょうか。どうだった、みんな。2対0で一応俺が勝ちましたけども、ゼロ点やったら、ちょっといい、今回で終了となんかちょっと、いや別のを考えます。まあひらめいたらね、またなんかそうね、うん、もうちょっと戦える方が良かったかなと思います。だからね、1分とか2、3分でできる、うん、こう勝負ゲームみたいなのがあったら、うん、ぜひぜひこの空間ね、はい、これぐらいでできるもの、うんうん、ねがあったらぜひ送ってください、お願いします。今後も対決やっていきたいと思います、はい、ということで、はい、最後じゃあ仕切って、では、それではレジオでござんす、うん、47回終了となります。ありがとうございます、バイバーイ。